ジョーダン・ホートン・ライルズは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州ダーリントン郡、ハーツビル出身のプロ野球選手。右投右打ち。MLB のテキサス・レンジャーズ所属。ヒューストン・アストロズ時代2008年の MLB ドラフト1巡目追捕で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。2010年には、オールスター・フューチャーズゲームに選出された。2011年5月28日にワンデ・ロドリゲスが故障で離脱したため、代役としてアストロズとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月31日のシカゴカブス戦で先発起用され、メジャーデビュー。当時20歳で、この年のリーグ最年少選手となった。8月3日のシンシナティレッズ戦でメジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは20試合に登板して2勝8敗、防御率 5.36、67奪三振を記録した。2012年も防御率5点台と苦しんだが、シーズン最終登板となった9月30日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャー初完封を記録し、メジャー初本塁打も放った。2013年は自己最多の27試合に登板したが、7勝9敗。1セーブ、防御率 5.59 と3年連続で負け越した。2013年12月3日に、デクスター・ファウラーとのトレードで、ブランドン・バーンズと共に、コロラド・ロッキーズへ移籍した。2014年3月9日にロッキーズと1年契約に合意。3月28日に、AAA級コロラド・スプリングス・スカイ・ソックスへ移動し、そのまま開幕を迎えた。AAA 級での登板はなかったが、4月2日にタイラー・チャットウッドが故障で離脱したため、メジャーへ昇格。昇格後は12試合に登板して5勝1敗、防御率 3.52 と結果を残していたが、6月5日に左手を7月13日に60日間の故障者リストへ移動した。2015年1月14日にロッキーズと$247万5,000の1年契約に合意した。2017年7月29日にリーフとなり、8月1日に自由契約となった。2017年8月8日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結び、傘下のAAA級エルパソチワワズへ配属された。9月1日にメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。オフの11月2日に FA となったが、12月17日にパドレスと1年$75万で再契約を結んだ。2018年8月5日にウェーバー公示を経てミルウォーキーブルワーズへ移籍した。オフの10月31日に FA となった。2018年12月17日にピッツバーグパイレーツと1年$205万の契約を結んだ。2019年7月29日にコディ・ポンセとのトレードでブルワーズへ移籍した。オフの10月31日に FA となった。2019年12月13日にテキサス・レンジャーズと2年総額$700万の契約を結んだ。90から96マイルパーアワーのフォーシーム。89から95マイルパーアワーのツーシーム、84から89マイルパーアワーのカッター、77から83マイルパーアワーのカーブの4球種がメインで、主に対左打者にはチェンジアップも投じる。スライダーはごく稀にしか投げない。ありがとうございます。